こんにちは。手で芸をするコミーです。今日はこちら、細編みだけのやつです。この大人グラデーションのこう色番変わっているのは分かりますよね。これがこれ2番だったかな、は終わってしまって、この無難な色の方に変更になっていて、まだあります。でこれ一応楕円底で編んで、この辺から増減なしになっていっている感じですね。でまあ多分バックになっていくと思うんですけど、特にこう完成形が決まっていて、そこに向かって編んでいるっていうわけでもなく、まあ、ただこう細編みが編みたいっていう始まりでしたね。で、まあ、楕円を編むというところからこういう発展していってるわけなんですけど、まあ、こういう形になってきたなら多分バックじゃないかということで、バックを編もうとしているわけではないです。まあだからこのあと何か違うものになっていくならそれはそれでありかもしれないけど、まあ特になんか工夫しようとかそういう目的ではないということですね。これはね、ただ細編みがしたいっていうだけのものです。はい。でまさに今がね、これちょっと前撮りですけど、もうちょっとで終わりそうだなっていうところに来ているんですけど、ここのところもう頭の中がそんなんでなるべくというか、スマホを開かないようにしているとかそういう状況でもあったりするので、なんかねちょっといつもと違う世界に住んでいる感じそんな感じすらします。うん。まあでも時々はそういう風にするんですけどね、そのスマホを意識して開かないようにする時間っていうのも、作るようにしていたりするんですけど、ここのところはもうなんて言うんでしょうね、自分にスイッチ入れるためにというか開かないようにしてる感じですね。まあ、そういう時にはこういう、まあねスマホ開かないからってこんな細編みずっとやったらもちろんダメなんですけど、こういうものをやりたくなるような心境ということですかね。とりあえず動画の編集だけはして、あとはもうなるべく他のことをしないで事務作業みたいな風にしてるんですけど、その猫のタイミングもあってよしやるぞってなった時に、子猫たちが机の上にわちゃーって来たりとか、なんか私が集中できないこうシチュエーションが出来上がったりっていうことも多々あるんですね。で猫のせいにしちゃいけないけど、でもそういう時になんか邪魔されてるキーってなっちゃうのはそれはそれで、まあ、はかどらないですよね。逆にね、冷静にやりたいから、集中してやりたいから、その環境では無理だなと思ったら、まあやらない、ちょっとタイミングを待つっていうことがあるんですね。でそういう時にこう編み物をするっていう風にしていたりします。そこでスマホ開いちゃうとなんかまた時間忘れてね、戻れなくなっちゃったりするから、まあ、そういう時に編み物にするとかいう感じでやってます。あ、これは編んでなかったですけど、でもそういう時にこれいいのかもしれないですね無心に編めるやつっていうのはね、向いている気がします。そういう時に、まあでもあれだな、乱れて乱れてると、心が乱れてると
網目が乱れますよね。まあ別にこれは何かを作ってるわけじゃないから乱れてもいいんですけど、こういう細編みとかだと分かりやすいですね。それは本当のことなのかわからないけど、こう iPhone でなんかこう調べたいことがあってググったりしますよね。そうするとそれに関連した動画がおすすめとかで上がってくるっていうことがありませんか？私はよくあります。まあだから、まあこれ調べたからかって思ったりするんですけど、最近やたらと確定申告の動画がいっぱい出てくるんですけど、まあなんて言うんでしょうね、個人向けに作られている動画だったりするので、まあ確かにためになるんですよね。で、あーこれ知りたかったみたいなのがタイトルにあったりして、いやーなんか思うツボなんだなとか思いながらなんか、うん、かもだなって自分で思いました。ちょっとじゃあ飲み物に行きます。今日の蓋付きマグカップ、はいはい、ホットカルピスです。あの税金とかそういうのは難しいので、で私にしたらね、まあ興味もなかったっていうのもあるけど、まあ、知らないことがたくさんあります。だけどそんなことを言ってられないから、まあ、情報をね探しに行ったりっていうことはしています。で動画も、あーこれ知りたかった、これよく分かんなかったみたいなタイトルだったら、まあとりあえず見てみますね、途中までとかの場合もあるけど。で知っていくと、へーって関心を持つようになりますね、知ってみるとね。でそうやっていろいろ、だから動画見ながらとか知らなかったことを知っていくと、いろんなことがつながっていって、あだからこうなってるんだ、だからああなってるんだとか、なんかそんな風に、なんて言うんでしょうね、全部がつながっていくんですよね。点でしか分かってないことがあれとこれとこれがつながっているみたいな、そんな風になっていくと、なんか分かってきた気になってくるっていうね。本とかあとまあテキストとか、ちょっと習いにも行きました、確定申告のこととかね、全然わかんないので、そういうところで教えてもらって、その人が喋る言葉で説明してくれるとすごくよくわかるのに、書いてあるものを見るとすごく難しく書いてあるんですよね。難しくっていうか、まあ見える人が見れば難しくないのかもしれないけど、なんかすごい堅苦しく、もちろんだけどね、書いてあるから、それを読んだらわかんないんですよね。これどういう意味だろうとか、もちろん漢字読めないのもあるけど、その専門用語的なものとか使われていると、まあそれがわかんないとかで、わかんないからいちいちその言葉をググらなくちゃいけなかったりとか、そうやってやってると、何が書いてあったんだかわかんなくなるとか、そういうことがとても多い分野っていうかなね、知らない言葉がたくさんあるからね。動画とかならこう話説明をしてくれるっていうところでとても分かりやすくなるんですよね。その言葉の意味だったりとかも噛み砕いて教えてくれたりするから、わー本当動画すごいなっていうね。その税理士さんみたいな方が、まあ、YouTube してたりするんだけど、まあ、それも多分人によって説明の仕方が違かったりとかして、自分はどの説明が一番分かりやすかったかみたいなのでチョイスしていけばいいんですよね、動画を。まあそれは編み物と一緒なんだなみたいなね。編み物もいろんな動画があるけど、外国人の方の言葉が分からなくてもすごく見やすい動画もあったりとか、自分に合った説明の仕方っていうのもありますよね。たくさんいろんな人が
そうやってこう教えてくれる動画を出すっていうのは、もしかすると少ない、その説明でわかる人は少ないのかもしれないけど、でも需要があるっていうことなんですよね。あの万人受けする動画はそりゃ見る人が多くて登録者数が増えたりっていうこともあるけど、でもその少数派の人もいますよね。この人の動画じゃないとわからないっていう人もいたりとかするから、いろんな人が動画作ったらいいんだろうなって思いました。そのいろんな角度で説明してみるっていうのがね、なんかそれが YouTube の良さでもあるのかなって思ったりしました。なんか私はその編み方の動画を作ろうっていうふうにあんまり思ったことがないですけど、作ろうと思ったことがない理由の一つに、もう他の人動画出してるから、私がね編み方の動画出したところで分かりやすくやれるのかとか、見る人いるのかなとか、そんな風に思った時もあったんですよ。まあ今はねもうほとんど編み方やろうとは思ってないけど、でも最初の頃そんな風に思ったこともあったんだけど、でもねそのゼリスさんの動画見てて、いやほんといろんな人が作ってみたらいいんじゃないかなって思ったりもしました。そこが知りたかったみたいななんかそこだけ他の人やってないんだよねとか、そういうところとかもね動画になってたりすると、それはありがたかったりとかねしますよね。確定申告の動画を見てたんだけどなんか結局その配信者側の目線で見てるみたいなまあ内容ね、あの知りたい内容が分かった上でそういう見方をしてたんですけど、あ面白いなと思って、動画をこう作っていくっていうことをね、まあちょっと今自分の世界に入っているっていうのがあるからかもしれないけどね、これから私どうなっていくんだろうとか考えたりする時があって、動画ね、いやいつまで動画出してんだろうなとか思う時はあります。もちろん答えは出ないけど、で嫌になっちゃったわけでもないし、でもこのスタイルはいつまで続けるんだとか、そんな風には思ったりしてます。なんかねずっと同じことやってたら多分私が飽きるんですよね。でそりゃちょっとでも、いやどこっていうのも分かんないけど、まあちょっとずつでもクオリティ上げていきたいっていうのはやっぱずっと思っています。何のクオリティかって言われたらちょっとそこも分からないっちゃ分からないですね。編み方動画をやりたいと思ってないから、そこ何かね編み方とか作り方みたいな動画をって考えてないから、そこのクオリティじゃないんですよね。まあこの編み手っていうのかな、あの目が揃って編めるようになりたいとか、そういうのは思ってますけど、まあそれは動画のためじゃなくて、例えばウェアとかを編むとなれば、それは目が揃ってた方が気持ちいいですよね。だからそんなところで綺麗に編めるようになりたいっていうのは思ってるけど、まあ、それが動画のためじゃないから、動画のクオリティが上がることに直結してるのかがちょっとわからないっていうのはありますよね。で、だから動画のクオリティを上げるって私の場合は どこのクオリティを上げるんだとか、そんなこととか考えたりとかして、声を良くするとかならないけどね、もう手をきれいにするとか、なんかまあいろいろあるんでしょうけど、なんだろうなーって思ったりとか、そのだから動画、いろんな動画ね、その編み物か全然関係ない動画とか見てみた時に、いろんな人が動画を出していて、でまあクオリティの高い低いで見てるわけじゃないけど、自分の動画のカラーみたいなものをしっかりと作っていけると強みになっていくんだろうなっていうのはね、ぼんやり考えているけど、
で果たして私の強みは何だとか、この動画でね編み方やらない動画だけどね、見てくださっている方もたくさんいて、でもここからねどうしていくんだろうとか、なんかそういうこととかを考えたりとかしますねこれまた答えがないやつですよ。今まだ迷宮というか、今まだ全く悩んでる最中です。悩んでるってそのマイナスなイメージではなくて、もちろんクオリティ上げようって思わないでただやっているだけよりは、なんかどうやったらもうちょっと面白い動画、面白いを目指しているですね、きっとねクオリティの高い動画になるのかなっていうのはいつも考えてます、うん、考えててそれかよって言われちゃうかもしれないけど、考えててこれです、うん、なんかそういうことは常に意識しながらやっているつもりですね。だから編み物は上達してないかもしれないけど、編み物を上達したら動画のクオリティが上がってるってことになるんですかね。その辺も自分の中では分かってないんですよね。編み物を知りたくてこの動画を見てるっていう方は果たしているのかとかね、編み方やらないからそういうことを考えるのには、こういう細編みやってるのとかすごいねいいんですよ考えながら編んでると、もうあなんかあこんなに編めてたみたいな、そういう感じですね。で結構喋っちゃった。はい、ということで今日は細編みでした。結構色がはっきりと分かれてますね、ここね。はい、ではおしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。